は1914年12月16日イギリスの港湾都市スカーバラハートルプールウエストハートルプール及びウィットビーに加えられたドイツ海軍の攻撃であるこの攻撃によって137名の死亡者と592名の負傷者が出たがその多くは民間人であった結果として民間人を攻撃したドイツ海軍と 襲撃を防げなかったイギリス海軍に対し、公衆の激しい奮撃を招いた。ドイツ海軍は、イギリス海軍の小規模な部隊をおびき寄せて殲滅する機会を伺っていた。少し前のヤーマス襲撃は、成果が乏しかったものの、イギリス近海を迅速に襲撃する潜在能力を実証した。11月16日、ドイツ巡洋戦艦部隊司令の フランツ・フォン・ヒッパー少将は、上官のフリードリ・ヒホインゲノール大将を説得し、皇帝ヴィルヘルム2世から襲撃の許可を求めた。そして、U-17 が、スカーバラとハートルプール近海へ、沿岸の防備を偵察するために派遣される。その U ボートは沿岸に小規模な防衛設備が存在すること、海岸から12マイル以内に機雷が敷設されていない。 こと、そして一定して船舶が航行していることを報告した。また攻撃があれば即応するであろう。イギリス海軍の2隻の巡洋戦艦は、フォークランド沖海戦に参加したので、南米へ派遣されていると思われた。ヒッパーの艦隊は、巡洋戦艦、ザイトリッツ、フォン、デアタン、モルトケ及び、デアフリンガーと、それよりやや小さい装甲巡洋艦、ブルヒャー。 4隻の軽巡洋艦、シュトラースブルク、グラウデンツ、コルベルクとシュトラールズンと、そして駆逐艦18隻を含んでいた。インゲノール提督は、太陽艦隊から85隻の艦艇をドッガーバンクの東方に配置し、ヒッパーの艦隊がさらに強力な敵部隊の攻撃を受けた場合、援護するものとした。ただし、それらは皇帝の指示により安全なほど、 ドイツ寄りに展開していた。ドイツ艦隊は劣勢なので、いかなる場合でもイギリス艦隊との交戦を避けていた。しかし戦争のこの時点では、他に比べて双方の差が小さかった。後になると、さらに多くの艦船が建造され、イギリス側がさらに優位に立つこととなる。特により、大規模な戦闘において、どのような場合でも、 決定的な役目を果たすとされた土球戦艦の保有数は差が開くばかりであった。しかし常に紹介を続けなくてはならなかったイギリス艦隊を尻目にドイツ艦隊はおおむね母校に止まっていた。すなわちドイツ海軍が全艦艇の出撃準備が整ってからいつでも攻撃のタイミングを選べた一方、イギリス艦隊の一部は常に 修理や補給を受けるために入港するか任務を受けて他の海域に派遣されていたのである。海戦から数ヶ月が経過し、イギリスの艦艇は支給の修理が必要な時期を迎え、グランドフリートから数隻が抽出されていた。3隻の巡洋戦艦は南米に派遣されており、最新の土球戦艦、オーディシャスは嫌いに触れて失われていた。 姉妹艦のサンダラーは修理中であった。しかし、イギリス側には重要な利点が一つあった。ドイツの艦船は暗号書に記載された3種類の主要な暗号を使用していたのである。これらの暗号書の写しは、撃沈、もしくは打破された船舶からドイツ側に知られることなく、イギリス側の手に渡っていた。イギリスの暗号解読班は、ドイツ軍の伝文を傍受から数時間で、 解読できるまでになっていた。ドイツの巡洋戦艦部隊が間もなく出航すると判断するに十分な情報は12月14日の夕方に集まる。しかしそれはドイツ艦隊の全体に動員がかかる事実を示唆するものではなかった。スカパフローに在泊するグランドフリート司令官のジョン・ジェリコー大将はデイビッド・ BT 中将を巡洋戦艦、ライオン、クイーン・メリー、タイガー、 ニュージーランドから構成される巡洋戦艦部隊と共に派遣するよう命令を受けた。また新鋭の土球戦艦6隻から構成され、ジョージ・オレンダー中将が指揮する第2戦艦部隊も随伴した。ウィリアム・グッド・イナフ大将は高速で新鋭の軽巡洋艦、サウサンプトン、バーミンガム、ファルマス、ノッティンガムからなる第1軽巡洋艦戦隊の指揮を取った。 ハリッチのティリット大将には、指揮下の軽巡洋艦2隻、オーロラとアンドーンテッド及び駆逐艦42隻を出撃させるよう命令が下る。キーズ大将は8隻の潜水艦と、指揮下の共同駆逐艦2隻、ラーチャーとファイアドレークを出撃させ、テルスヘリング島付近に配置し、もしドイツの艦艇が西に転じて、イギリス海峡に侵入するなら、捕捉するよう命じられた。 ジェリコーは、これらの戦力がヒッパーの部隊を迎撃するには十分でも、ドイツ艦隊の主力を相手に回すには足りないと抗議した。よって、ロサイスからウィリアム・ペケナム少将が指揮する第三巡洋艦船隊の4隻の総攻巡洋艦が戦力に加えられた。ジェリコーはこの艦隊を集結させる場所を、ドッカーバンクから25マイル南東の海域に求める。 ドイツ艦隊の襲撃を容認し、その期間中に捕捉しようというのであった。ハートルプール市内、旧砲台付近にある追悼の命。ヒッパーは12月15日、午前3時にヤーデ川から出港した。その日の夜、随伴する駆逐艦 S-33 が艦隊からはぐれ、包囲を打電する。これは艦艇の存在を露見させる恐れがあったので、 その駆逐艦には無線風刺を命じられた。関与失したまま母校に向かう途上で、この駆逐艦はイギリスの駆逐艦4隻を指認し、無線で報告する。またヒッパーはイギリス側の艦船の無線更新を観察していた。それらはイギリス側が何らかの事態が発生していることに気づいている可能性を示唆していた。彼はその原因が おそらく日中に遭遇したトロール船による諜報行為にあると考えた。また、悪化する天候も問題を引き起こす。12月16日の午前6時35分、駆逐艦と軽巡洋艦3隻はドイツへの帰還を命じられた。コルベルクは、不設する予定の機乱100個を積載していたので、残留する。残った艦艇も2分された。ザイトリッツ、ブルッヒャーと、 モルト家は、ハートルプールに、そして、デアフリンガー、フォン、デアタンとコルベルクは、スカーバラに向かう。午前8時15分、コルベルクは、フランバラ岬から10マイルの沖合へ、嫌いを一列に敷き始めた。午前8時、デアフリンガーと、フォンデアタンは、市外の砲撃を開始する。スカーバラ城目立つグランドホテル、3カ所の境界道。 その他の様々な家屋に砲弾が命中した。市民は街の外へと続く駅や道路に押しかけた。午前9時半に砲撃は終了し、2隻の巡洋戦艦は近郊のウィットビーへ移動する。そこでは沿岸警備隊の施設とウィットビー修道院と市街地のその他の建造物が砲撃を受けた。ハートルプールは観光都市のスカーバラに比べて重要な目標であった。 そこには広いドックや工場があり、3門の6インチ砲で守られていた。そのうち2門は9砲台に、1門は東台の砲台に配置してあった。ダーラム警風評連隊が配した166名の守備隊は午前4時半、襲撃があるかもしれない旨を警告され、実弾を受領した。午前7時46分に大型監視人の報告を受けた後、 午前8時10分に市街地の砲撃が始まる。付近で常に任務についているはずの海軍の紹介部隊からは何の警報も発せられなかった。しかし襲撃直前の悪天候により紹介任務についているのは4隻の駆逐艦だけであり、普段は出撃している2隻の軽巡洋艦と1隻の潜水艦はハートルプール港に止まっていたのである。その4隻の駆逐艦は 紹介についており、午前7時45分に、ルーンは、大型艦数隻が接近してくるのを視認し、直後に砲撃を受けた。駆逐艦が、大型艦に損害を与えるには魚雷を命中させるしかなかったが、雷撃するには、距離が離れすぎていた。そのため、4隻とも離脱する。撤退の前に、ルーンは5000ヤードまで接近して、魚雷を発射したが、これは外れた。 陸上の砲台は実際に砲弾が落ちてくるまで近づいてくる艦が敵か味方か判断できないままであった。敵艦の砲弾はあまりにも至近から発射されたので新艦の作動時間に達せず多くは不発のまま着弾するかほぼ水平に飛んできたため着弾後に跳ねて市街地に飛来した。砲台の方のうち2門は先頭の他の1門は最後尾の より小さな艦を狙った。砲兵は視界を遮る砲炎と粉塵に妨げられる。そして砲弾が敵艦の側面走行に引かれて効果を上げていないことがわかると彼らは代わりにマストや作具へ照準を移した。中でも三番砲の精度は良好でブルッヒャーはさらなる射撃を避けるべく灯台の影へと移動を強いられる。艦上の二門の六インチ砲が 使用不能になったほか、環境と8インチ砲に損害が及んだ。校内では、軽巡洋艦、パトロールのブルース艦長が出航を試みた。しかし8インチ砲弾2発が命中し、座礁を余儀なくされる。2隻目の巡洋艦、ホワードの艦室には蒸気がなく、移動は不可能だった。潜水艦 c 9は、パトロールの後から出撃したが、 周囲に砲弾が落ち始めると先行せざるを得なかった。ようやく港から離れた時、すでに敵は去っていたのである。後に、ロジャー・キーズ大将は、停泊していた3隻の巡洋艦は、その潜水艦にとって、絶好の攻撃目標だったと述べた。ハートルプールの襲撃は、民間人から86名の死亡者と424名の負傷者を出した。また軍人7名が戦死し、 14名が負傷した。発射された砲弾は1150発に及び、成功所、ガス工場、鉄道、7カ所の境界道と、家屋300棟に落着した。ここでも住民は、道路や鉄道で、町から避難しようとした。ドイツ側では、水兵8名が戦死し、12名が負傷している。午前8時50分、ドイツ艦隊は去った。ボレンダー率いる戦艦と、 巡洋艦は12月15日の午前5時半にスカパ、フローを出発した。悪天候により駆逐艦を同伴することはできなかったが、BET は午前6時、黒巻ーーを立つとき、巡洋戦艦部隊に7隻を随伴させた。これらの艦隊は午前11時にマレー湾付近で合流する。先人の提督として、ウォレンダーが全戦力の指揮官となり、 ドッカーバンクの予定迎撃海域へ向かった。12月16日の午前5時15分、駆逐艦、リンクスは敵艦を発見する。駆逐艦部隊が調査のため発見された結果、ドイツ海軍の駆逐艦及び巡洋艦からなる艦隊と戦闘が起こった。リンクスは被弾し、スクリューを損傷する。駆逐艦、アンバスケードは浸水により、遭遇船から脱落した。 駆逐艦、ハーディーは、軽巡洋艦、ハンブルクの激しい砲撃を受け、大きな損害を受けたが、どうにか魚雷を発射した。雷撃の情報は、戦闘中の駆逐艦を指揮下に置く、太陽艦隊司令のインゲノール提督に伝わった。数時間後、暗くなるとともに遭遇戦は中断する。しかし翌朝の午前6時3分に、まだ継戦可能だった4隻の駆逐艦のうちの1隻、 シャークは、再び5隻の敵駆逐艦に接触した。イギリスの4隻が攻撃をかけると、ドイツ側の艦艇は司令官に敵との遭遇を報告しつつ撤退した。インゲノウル提督は、皇帝にその意図を報告することなく、ドイツ艦隊の主力を作戦に組み込んだ時点で、皇帝が発した、厳名の制約を超えていた。そして午前5時30分。 艦隊を危険にさらしてはいけないという命令を尊重し、また自分が遭遇したのがグランドフリート本体の前衛部隊ではないかと心配して彼はドイツへの帰路についた。もし作戦を継続していれば、まもなくイギリスの巡洋戦艦4隻と戦艦6隻を指揮下の戦艦22隻を含む遥かに優勢な戦力で迎撃できていた。これこそ正しく、 ドイツ側の戦略が求めていた戦力を拮抗させる、好機であった。イギリス側の主力艦10隻は、数と火力の面で、かなりの劣勢に立たされ、おそらくは大損害を被っていたであろう。これらが失われれば、双方の海軍力が拮抗することになる。後にチャーチルはこの事態を擁護し、イギリス側の艦艇は有足なので単純に転打し、退避できていたと主張した。 またジェリコーなどのものは BT のような提督なら、ひとたび敵と接触すれば交戦することにこだわるだろうという危険を感じていた。ティルピッツ元帥は後にインゲノールは全ドイツの命運をその手に握っていた。と述べている。午前6時50分、シャークその他の駆逐艦は再び敵艦を発見した。駆逐艦数隻に護衛された巡洋艦ローンである。 ジョーンズ艦長は7時25分に発見を報告し、それは、ウォレンダーと BET の船体のニュージーランドによって受信されたものの、BET には届けられなかった。午前7時40分、ローンを来撃しようと接近を試みる、ジョーンズ艦長は、同艦が他に2隻の巡洋艦と行動しているのを見て、全速力で後退を強いられた。ドイツの艦は追撃したものの、 追随できずに艦隊に戻っていった。ウォレンダーは BT も同じ判断を下すものと期待して、シャークが報告した位置へ向かうため、進路を転じる。7時36分、彼は BT が進路を変更したか確認を試みるが、返答はなかった。7時55分にようやく連絡が取れると、遅ればせながらも BT は指揮下にある最寄りの間。 ニュージーランドと3隻の軽巡洋艦を迎撃に派遣した。この4隻は敵発見の可能性を大きくするため相互に2マイルの間隔を空けており、後にはその他の巡洋戦艦が追従する。8時42分、ウォレンダーとビーティはスカーバラのパトロールから巡洋戦艦2隻に攻撃を受けていると報告を受けた。ドイツの主力艦隊と遭遇する。 可能性のあったローンの追撃は放棄され、イギリスの戦隊はヒッパーを迎撃するため北に転じる。12月16日の午前9時半、ヒッパーの艦隊は再放流し、全速力で母校へ向かった。指揮下の駆逐艦は、その時およそ50マイル先で悪天候の中をゆっくりと進んでいた。太陽艦隊が今どこにいるか、ヒッパーが問い合わせたところ、すでに母校へ戻っていることや、 時間帯の駆逐艦が敵艦を発見したことが判明する。そしてジェリコーはスカパフローに待機しているグランドフリートを南へ移動させるよう要請されていた。ティリット大将はその駆逐艦船体を率いてボレンダーに合流するよう命令を受けていたが悪天候に阻まれていた。彼は代わりに指揮下の軽巡洋艦4隻だけで追撃に参加する。 キーズ大将の潜水艦は、ドイツに戻る艦を迎撃するべくヘリゴランドバイトへ移動するよう命じられた。BT とオレンダーは別行動を維持する。当初はドッカーバンクの潜回域を回避するためであったが、後にヒッパーがヨークシャー沿岸の嫌い腹を避けるために、取りうる複数の退路を遮断する意図が加わった。BT 指揮下の軽巡洋艦は、 探索のため嫌い、腹の狭間に侵入する。11時25分、軽巡洋艦、サウサンプトンが前方に敵艦を指認した。当初は晴れて良好だった視界も、その時には悪化していた。サウサンプトンは、駆逐艦を伴うドイツ巡洋艦一隻と、交戦中と報告し、バーミンガムが応援に向かった。グッドイナフ大将はさらに二隻の巡洋艦、シュトラースブルクと、 グラウデンツを指認したが、それについて報告できなかった。残るイギリス系巡洋艦2隻は応援に向かったが、さらに大きな敵戦力について報告されていない。BT はそのうちの1隻を呼び戻す。信号の混乱により、1隻目の巡洋艦は単勝島で送られたメッセージを誤認し、他艦に転送した。その結果、4隻すべてが敵との交戦をやめて、 BT の元に戻ったのである。BT がドイツ艦の数を把握していたなら、巡洋艦の一隻を呼び戻して指揮下の巡洋戦艦の前衛を務めさせる代わりに、すべての艦艇を前進させていたと思われる。敵戦力が大きければ、その背後にドイツの大型艦が続いていることが予測されるからで、ある。今やこれらの敵艦艇は去って、嫌い、腹の反対側へ進んでいたが、 そこには、ボレンダーの舞台が待ち受けていた。12時15分、ドイツの巡洋艦特畜艦は、嫌い、腹の南原を出て前方に戦艦を発見した。シュトラールズンとは、しばらく前に、ササンプトンに遭遇した際に見た、識別発光信号を送ってわずかに時間を稼ぐ。この時、雨の試し会は悪く、戦艦のすべてが敵艦を指認したわけではなかった。 オライオンの艦長、フレデリック・チャールズ・ドレイヤー大佐は各方をシュトラールズントに向け、上官のロバート・アーバスノット少将に砲撃開始の許可を求める。アーバスノットは、ボレンダーから許可が得られるまで、それを認めなかった。ボレンダーも敵艦艇を見て、ペケナム少将に4隻の装甲巡洋艦を引き、追撃するよう命じた。しかしこれらの艦は、速度が遅すぎ、 ドイツ艦は再び霧の中へ去っていった。BT は、ウォレンダーが艦営を指認したという知らせを受け、その警官運転の後には、ドイツの巡洋戦艦隊が続いているはずだと考えた。そのため彼は、嫌い、原の北の出口を離れるとまず東に、それから南に進んだ。ドイツの巡洋戦艦隊が、低速のイギリス戦艦隊を振り切った場合、それを補足できる位置に着こうとしたのである。 ヒッパーは当初、指揮下の巡洋艦に追いつき、それらを守ろうとした。しかし、巡洋艦が南方にイギリス戦艦がいること、すでにその位置を過ぎたことを報告すると、これらの戦艦を回避するため北に進む。進行方向に巡洋戦艦が現れないのを見たウォレンダーは、北に移動するが何も見つからなかった。襲撃に参加して損傷し、他の艦から遅れていた、コルベルクは、 ウォレンダーの艦隊から登る煙を見たが、自らは発見されずに済んだ。ヒッパーは脱出したのである。遅ればせながら海軍本部は、飛行する太陽艦隊がヘルゴラント島で発した、信号を傍受し、イギリス艦隊にドイツ艦隊の出撃を警告した。ジェリコートグランドフリートは、太陽艦隊を迎撃しようと12月17日まで。 捜索を続けたが発見できなかったすでに安全に港に戻っていたからである。キーズ大将の潜水艦は帰還するドイツ艦を発見するために派遣されていた。それらも失敗したが、なお E11 がポーゼンに魚雷1本を発射した。これは外れている。ヒッパーを捕捉する最後の懸命な試みとしてイギリス海軍本部は午前2時頃、 キーズに指揮下の2隻の駆逐艦を引き、帰還するヒッパーを来撃するよう命じた。キーズ自身が発案し、やらせてくれと言ったのである。しかし不運にも命令の受領が遅れ、キーズの元に届いた時にはすでに時期を死していた。襲撃はイギリスの世論に甚大な影響を及ぼした。これは民間人を攻撃したドイツに集中する非難と、 それを回避できなかったイギリス海軍に紛失した批判として表出する。この攻撃はイギリスによる宣伝キャンペーンスカーバラを忘れるな少佐が発した尻滅裂な信号である。セーモアは BT の下代償に止まり同じ調子でドッカーバンク海戦を呼びユトランド沖海戦で大きな犠牲を伴うミスを犯した。そしてイギリスの艦長たちには 勝ち目のある戦闘で離脱の命令を受け取ったらその命令を再度チェックするよう新たな命令が出された。この戦いでは随所で双方が幸運にも逃げ切っている。ドイツの太陽艦隊はイギリス側の劣勢の戦隊をドッカーバンクで迎え撃つことに失敗した。イギリス海軍はこの敵艦隊を遭遇戦から離脱した後でさえ精力的に追いかけるところであったが、 接触の機会があった時に退いていてるヒッパーは罠を仕掛けてきた船体を二つとも交わした。彼の巡洋戦艦部隊が後にユトランド沖で BT の船体と相見えた時より大きな被害を受けたのは BT の方である。ジェリコーは今後同様の作戦に最初からグランドフリートの総力を投じる決心をしたが巡洋戦艦部隊は 後の襲撃に備えて早期に動けるよう、ロサイスに移動させた。ビルヘルム2世は、機械を活かせなかった配下の提督たちを叱責した、ものの、インゲノールの判断に、重要な影響を及ぼした、艦隊の使い方を制約する命令に変更を、加えることはなかった。ありがとうございます。